子供の時に見た心霊ドラマのせいで闇や影を極端に恐れるようになった。そのせいでクラスメートには散々からかわれ、よく暗いところに引っ張られ、ついたあだ名が逆吸血鬼というのはなんだかな。確かにニンニクは大好きで十字架のペンダントをつけていたし、血を見たら倒れそうだった。でも逆吸血鬼はどうかと思う。それはあだ名ではないだろうと。でも本気で呼ばれていたし、当時はそう疑問に思ってなかったから子供の感性は理解できない。小さい時から俺には放浪癖みたいなものがあった。暗闇を極端に恐れる前はそのせいで深夜まで家に帰らず、近所の人も巻き込んで捜索隊を結成された挙句、町外れの神社で保護されて親に死ぬほど ひったたかれたことがあった。暗闇を恐れている今は夜になる前に家に戻るようになっていたから、親も心配事が一つ減ってほっとしてただろう。だけど放浪癖は健在で、友達と遊ばない時で遊ばない時でや休みの日になれば外に出てあらゆるところをさまよっていた。休みの日などは朝7時に起きて10時までに可能な限り遠くまで行って印をつけてから昼までに帰ってきて、次の学校でよく友達に自慢していた。最高で3駅先まで行ったことある。歩きである。自転車を手に入れた時はもっとひどくなり、市外まで出たことある。ある日自転車がパンクしたせいで行動範囲が極端に限定されていた時期があった。すでに家から学校までなら長年の放浪で家の裏山を覗き全て把握していた自分だが、習慣は止められないもので親に断らず外に出た。でそこを見なくても絵が描けるくらい把握していた町内をブラブラしていた時、ふと違和感がした場所があった。それは山と川に挟まれた道、川の向こうに向かうための橋のかかっているところ。山の向こうの暗闇に内心ビクビクしながら歩いていて、いつもならそのまま通り過ぎるはずだった。ところがその日は意外なものを目にした。本当なら山に阻まれて T 字路になっているはずの場所が交差点になっていたのだ。ここは何十回何百回も通った場所だから交差点ではないはずである。昨日は確かに T 字路だったはず。だけど子供だった自分はその理由にすぐ絵心がいった。きっと深夜のうちに業者が工事をしたんだ。本当なら一日で道路などできるわけがない。ましてや事前に告知のない道路工事など本来ありえない。子供ならではの無知ゆえの勘違い。当時の俺は好奇心の塊だった。そのせいで心霊番組なんぞを見てしまい、結果として闇恐怖症になり反省していたはずなのに、勘違いですっかり安心した俺は何の疑問もなくこの道がどこに通じているのか知るために踏み込んだ。恐怖がないと知れば好奇心は際限なく膨れ上がる。未知のジャングルを探検する冒険家のごとくアスファルトの坂道を駆け上がる。いつの間にか辺りは住宅地になり、なのに人の気配はしなかったが全く気にならなかった。この道はニュータウンにつながるための道だったのだ。そしてこれらも最近建てられた家なのだ。だから人の気配がないのは当たり前だと。だがこれほどの規模となる山を丸々一つ削らなければならないほど、いつそんな工事が行われたのか。そもそも道路を作るのと順序が逆になっている。でも俺はヘリコプターで空輸という勝手な理屈で納得していた。子供は効率など考えない。そしてさらに住宅地の向こうへと向かう。住宅地を横断した時にようやく気づく。これだけ歩いたら山の向こうの学校についてしまっているのでは。
そして学校の近くにこんな住宅地あったっけ？なぜなら目の前には自分が通っている学校があったから。木曜の怪談という番組で宇宙人が作った街という話があった。当時親に夜眠れなくなるからと注意されながらも好奇心と恐怖心の狭間で見ていた一番のお気に入りだった番組である。その話では主人公の少年たちは町から人が消えたことに気づき、その原因が宇宙人による誘拐であると気づくが、実は主人公たちのいる町自体が宇宙人によって作られたコピーであり、主人公たちの方が実は誘拐されていたという話。その後主人公たちは地球の UFO を追跡するライターたちの協力で無事脱出する。俺はそこにいるのではないか、そう思った瞬間、今まで理屈という檻に閉じ込められていた恐怖と疑問が復活した。そう、たった一日で街なんてできるわけがない。ならこれは何だ。後ろを振り返る。相変わらず人の気配のない住宅地。これは街に偽装した UFO だ、そう結論した。そして俺の置かれている立場に恐怖した。これじゃ罠に飛び込んだのも同然ではないか。目の前にはよく親しんだ学校がある。そこには遠目ながら遊んでいる子供たちがいた。宇宙人に気づかれる前に急いで逃げないと。そうして俺は走った。必死に目の前の道を走った。そして目の前の車が走っている普通の道路を渡り、学校の校舎の中に飛び込んだところでようやく一息ついた。グラウンドでは野球部の少年たちが練習をしていた。それを見て安心する。そして横目でそっと先ほどまでいた住宅地の様子をうかがう。それは山の上に覆いかぶさるように存在した。だが自分の記憶をいくら探っても、あの山に住宅地が存在した記憶がない。何より他の人がまるでその住宅地を存在していないかのように扱っているのが不気味だった。事実、どの車も住宅地に入ろうとしない。そして最も異常なのは信号。それは例の住宅地に続く交差点の信号。信号は赤になっているのに車が止まらないという事実。きっと運転手には信号どころか交差点の存在すらわからないに違いない。あれには関わらない方がいい。それが俺の出した結論だった。だから学校を出て普通の通学路を通って帰ろうと思った。そして今日はゼルダをやって時間を潰そう。おい！突然声をかけられた俺はダットのごとく走り出した。あ、待てって。そう言われて待つやつなどいない。宇宙人に見つかった、そう思ったからだ。ちらっと見た感じだと若い普通の男性みたいだったが、その時は冷静ではなかった。だが子供が大人に勝てるはずもなく、ほどなくして俺は捕まった。それでも泣いてわめいて噛みつく俺を男は必死になだめてくれたおかげでだいぶ落ち着いた。本当に宇宙人じゃないの？違うから。半分疲れたかのように男は言った。見た感じ普通の男、どこにでもいるような大学生か高校生だった。それでも宇宙人ではないかと疑った俺はいろいろ質問をした。おっさんの血の色は何色？おっさんじゃねえ、赤。なら血液型は？ A 型。星座は？水亀座。なら今日の運勢は？最下位だったな、とかなどなど。どこをどう見たら宇宙人に見えるの、俺が。
と半分呆れている。確かに目は真っ黒ではないが、でもコンタクトをしている可能性がある。だから確かめるためにチョキで男の目をぶっ刺した。男はそこら辺を転げ回った。ごめんなさい。数分後、立ち上がった男がしたことはまず目をよく洗うことであった。目は真っ赤になっているからコンタクトではなかった。コンタクトをしているわけではないと分かったな。男はため息をついた。完全に呆れているようだが怒ってはいなかった。俺もう家に帰るからありがとうございました。あ、違うわ。俺もう家に帰るからありがとうございました。失礼、違う。俺もう家に帰るからありがとうございました。ちょっと待って。俺は振り向いた。君は何年何組？6年2組ですが何か？この教室は何年何組か分かる？何を言ってるんだこの人はと思った。ここは東校舎の2階で2番目の教室なんだから5年2組でしょ。残念、外れ。嘘だと思うなら札を見てみなよと言われて廊下を見ると1年2組だった。そんなバカな。俺はすぐに3階に向かった。自分の教室は2年2組だって。すぐに東校舎を出て西校舎に向かう。3階に行くとそこに6年2組があった。だがそこには俺の席がなかった。呆然としていた自分の背後にあの男がいた。君が何を言いたいかは分かってる。俺はそのためにここにいるしな。ここどこ？少なくとも君のいていいところではないだろうね。そういえばなぜこの男はここにいるのだろう。ここは小学校で彼が学校の関係者にはとても見えなかった。君が君に家に帰ったとしてもそこはきっと君の家ではないだろう。だから俺の話を聞いてくれな。あ、俺は走った。逃げるためではなく確かめるために。学校を出て1分ほどのところに友達の家がある。30秒足らずで友達の家の前に着く。そこの表札は確かに友達の名字だった。ほっとした。チャイムを鳴らした。そうしたらいつものようでおばさんが応対してくれる。そう思ったのだ。はい、どちら様？だが出てきたのはおばさんではなく若い男だった。あの、横井です。マサト君はいますか？見たことない男だがきっとマサトのお兄さんだと思った。マサトは俺のことだが。え、何それ？目の前の男がマサト？どう…いうこと？そこにさっきの男が走ってきた。ああ、すまん、この子俺の親戚でな。じゃあそういうことで。あ、おい。男は俺を担いで公園に連れていく。公園のベンチに二人で座っていた。ねえ、どういうこと？あの男がマサトだって嘘だよね？ああ、嘘だ。男は真顔でそう言った。あのマサトはマサトであってマサトではない。だがこれで分かっただろう。ここは君のいていい場所じゃない。どうすればいい？帰ることだ。可能な限り早く。俺は君を返すためにここにいる。そういうことになっている。男は立ち上がる。ついてくるように言われたのでついていくと、そこは例の住宅地前の交差点だった。もう分かってると思うけど、君が君の家に帰るためにはこの交差点を渡り住宅地をもう一回抜けないといけない。そんなの無理だ。
こんなわけのわからないところ通るくらいならここにいた方がいい。ダメだ、ここは君のいていい場所ではない。そんな気持ちはすでに見透かされていた。でも。大丈夫、俺も手伝う。俺は男を見た。何かを確信するかのように男の顔は自信にあふれていた。でもこの交差点を渡るためには君の力がないといけない。君が俺の手を握ってこの交差点を越えないと俺はこの先には進めない。だから、と男は手を差し出した。恐怖心が薄れていく。この男がいれば大丈夫という不思議な安心感があった。だから手を握って交差点を渡る。一歩、二歩、そして交差点を渡り切ったとき、男は手を離した。ここか。男は辺りを見回していた。ねえ、ここって何なの？君は知らなくていい。そういうことになっている。それから男はいたずらっぽく笑い、まあ教えてもいいけど、知ったら帰れなくなるかもよ。それでもいい？俺は勢いよく首を横に振った。住宅地は相変わらず人の気配がなかった。ゴーストタウンって言葉がぴったりくるな。男も全く同じことを考えていたらしい。おっさんはここに来たことがあるの？おっさんじゃねえよ。子供の時に何度かな。やべ。男は俺を担いで慌てて物陰に隠れた。ついでになぜか目と口を両手で覆われる。し。おとなしくするように言われたので耳を澄ますと向こうから足音がした。それはだんだんこちらに向かってくる。息を潜めてじっと待つ。やがてそれはすぐ壁の向こうを通り過ぎ向こうに消えた。今のは？俺たちと同じ侵入者。なんで隠れないといけないの？ここでは侵入者同士は会っちゃいけない。そういうことになっている。大事なことだからよく覚えとけ。こんなとこ二度と来るもんか。まあそうするに越したことはないよな。男はまるで自重するかのように笑っていた。なぜか気に入らない。何なのさ。別に。侵入者をやり過ごしてしばらく歩くと住宅地の終点が見えてきた。あそこを出れば君は元の世界に帰れる。そう言った男はふと後ろを振り返った。どうしたの？気づかれた。誰に？という言葉は飲み込まれた。なぜなら今まで無人だと思っていた家の窓すべてに人の影らしきものが浮かんでいた。それらははっきりとした輪郭を持っているわけではない。勇気のようなぼんやりとした感じなのにそこら中から痛いほど視線を感じていた。なぜ？バレてはないはずなのに。まさかあいつが。そんなことを男はつぶやいていた。どうやらさっきすれ違ったやつがヘマしたらしいな。そんな、どうすれば？とにかく走れ。そう言って背中を押された。だが男は走る気配がない。おっさん。俺はここまでだ。これ以上はいけないんだよ。そういうことになってるから。一瞬男は真顔になり、そしてにやりとした。そういうことだ。覚えとけよ。忘れるなよ、逆吸血鬼。そして男は住宅地の奥に走っていった。勇気たちの視線が男の方に向かっていった。その隙に俺は駆け出した。とにかく走る。後ろからあの黒い影が追ってくる気配がする。今にも後ろ髪を引かれそうな距離にいるのがわかる。
怖い、怖くて仕方ない。でも振り返ってはいけない。ドラマとかではこういうところで振り返ったら死ぬ、そういうことになっているから。やがて俺は橋の上にいた。振り返ると背後には山がそびえ立っている。そしてあの道はなくなっていた。思わずその場に座り込んだ。足腰が立たなくなっていた。しばらくそのままでいたが、やがて足腰にも力が戻った。空はもうすでに赤く染まり、カラスが鳴いている。家に帰らなければ。そして立ち上がり、改めて道のあった山を見て、そこから無数の目が一斉にこちらを見返して、その後の記憶はない。気がつくと病院にいた。目が覚めて最初に見たのは医者の顔、そして次に看護師さんが脈を測っていた。次に母親が部屋に飛び込んでくる。泣いていた。なぜ泣いているのか聞いたらさらに泣いた。夜になって父親もやってきた。初めて父親の泣き顔を見た。どうやら一週間も行方不明扱いだったそうだ。たった数時間で死ぬほど殴られるから、一週間も消えていたらすごく怒られるんじゃないかと思っていたので、これは意外だった。もし一ヶ月も俺が消えていたらどうなるんだろう。試したくはないけど、そう思わざるを得ない。翌日警察の人が来て、消えている間のことを聞きに来たが、素直に覚えていないと答えた。知らない道を散歩していたら気を失って、気がついたら病院にいたのだから、嘘はついていないつもりだ。だいたいこういう話は語ったところで信じてもらえないばかりか、変人扱いされて病院送りだ。そういうことになっている。同じ体験をしているなら話は別だけどね。結局気になって調べてみたら、似たような話は結構あるらしい。変なところに迷い込んだら、そこには変な機械を持っているおっさんがいて、元の世界に送り返されるという話。俺の場合は若い男だったが、彼もおっさんの仲間なのか。彼とした会話は今でも結構はっきりと記憶に残っている。その会話をもとに俺はある一つの仮説を作った。ただそれはおかしな点がいくつかあるために確信には至っていない。それは彼の行動に無駄があること、6年2組が2年2組になっていないこと、そして未だに俺がそれを経験していないということ。だから結局あれが何だったのかは分からずじまい。それにこの仮説が正しいとしても、無数の目と勇気については説明できないから、結局お蔵入りとなっていた。ただ最近進展があった。それはあの山を削って、そこを住宅地にする計画があるということ。工事の予定はまだ確定していないし、地元住民に説明会を開いている段階だが、俺はこの計画が確実に成功するような気がしてならない。そして住宅地が完成すれば、あの勇気たちの正体をつかめる。そういうことになっているかどうかは、とりあえず完成するまでわからないけど。